スノーマン渡辺翔太を起用のアルビオン、ジャニーズとの新たな契約や起用見送り継続に前向きな社長の発言で話題になったが、化粧品会社アルビオンは15日、ジャニーズ事務所の子ジャニー北川氏による性加害問題を受け、十分な改善が認められるまで新たな契約や起用は見送るとの方針を発表した。アルビオンは同事務所所属のスノーマン渡辺翔太さんを新商品フラルネのアンバサダーに起用している。アルビオンは同じく起用を見送るとの方針を明らかにした厚生の関連会社。同事務所がジャニ氏の性加害を認めた会見の後も、アルビオン社長は起用継続に前向きであることを自身の X、Twitter アカウントにポストして話題になっていた。ファンからの反応にも感謝のコメントを返していたが、11日になると一転、大変残念ですがしばらくの間ポストはお休みさせていただくことにします、と更新を止めていた。